茨城の変わった無人販売所。今回は鹿嶋市のフルーツサンドの無人販売所。茨城面白い、茨城面白い、茨城面白い、茨城面白い研究所。茨城ケリスマス芸人オスペンギンのデル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 ツケです。はい、カメラ持ってます山中です。お願いします。さあ、ということで今回なんですけども、はいはいはい、今流行りのフルーツサンドの無人販売所が茨城にはあるんでございます。そうなんですよね。ということで今回来ていますのは鹿嶋市にありますアイスラーメンさんでございます。美味しい担々麺で同じくのラーメン屋さんの横にですね、無人販売所があるんですね。そしてなんと担々麺まで置いてある。これが無人販売で手に入るということですか？うん、そうですよ。普通ね、無人販売って聞いたらやっぱ野菜のイメージじゃないですか。まあ取れたて野菜みたいな。はいはいはい、はいはい、ここはもうフルーツサンドでこんないろんなものがあると。へえ。しかも24時間でございます。あ、まあね。ということで早速中に行きたいと思います。はーい、はい、入るぞーっと。よーインベーダーで入るぞ、インベーダーで入るぞ。さすがに入るときはインベーダーじゃなくなるんですちょっと横しかできなかった。ありましたよ。こちらでございます。フルーツサンドいっぱいある。すごい、種類豊富。色々あるぜ。ナシゴレンも売ってますよ。はいはいはい、ほんとメニュー豊富ですよ。これが無人販売所でございますよ。しかもちょっと見てください、フルーツサンド、はい、1個400円だって。わ、安い。あ、全部400円なんだ。こんなものも一律だ。でこれミックス、ああいろんなフルーツが入ってます。いや、すごい。だからブドウ、みかん、マンゴー、メロン、いや、いパイン、バヨイン、で、桃、キウイ、イチゴ、お、ほら、すごい種類豊富。すごい豊富ですね。うん、彩りもいいですし、ね、はいはいはい、ちょっとこれは今日はせっかくなんで、フルーツサンド買いたいと思います。はいはいはい、でミックスにしようかな。今日はせっかくなんでって言ってますけど、はい、オープニングでフルーツサンドの無人販売所がって言ってましたよ。今流行りのフルーツサンドの無人販売所が茨城にはあるんでございます。フルーツサンド買いますけど、はい、あのせっかくミックスにします。あ、なるほどね、はい、これに買います。なるほど。買い方がね、どうやら、はい、こちらお会計と書いてありまして、はい、お釣りが出ませんと。なるほど、この箱の中にお金を入れて帰るわけですね、うん、あ、でも書いてあります。そうなんですね。千円札専用の両替機があると。そうなんです。ちなみに私ですね、今日今1000円なので、おちょっと両替します。あ、これはもしかして、はい、本当は小銭があるのに気を利かせて両替機を使ってみようとしてくれてますね。ちょっと言わなくていいですよ。助かります。いやいや、1000円ってやつで、はいはいはい、入り口のところにありましたから、はい、千円札ね、よいしょ、両替もできますからご安心でございます。今回これを購入したいと思います。はい、セレスケさん、はい、無人だからって持って帰ろうとするのやめてくださいね。お金払ってくださいね。払うからやめてよ、本当にそういう変な無理ね。もう絶対払いますから。はい、ということで400円ね、400円、はい、出ます。はい、今本当に400円入れた？もう入れたし、やめてよ、本当に入れたでしょ、取ったでしょ。ちょっと映ってたかな。いや、ちょっと頼むよ。 2枚ぐらいしか入れてなくなった。4枚入れたよ。本当ですか？なんかあの、そういうことをすると、はいはい、あのバレるらしいので。いや、絶対そうですよ、当たり前ですよ。まあ現代ですからね、もう、まあ、50年前ならね、はい、バレないかもしれないですけど現代科学ではすぐバレる装備が施されてるし、まあ50年前でもダメなんですけどね。もちろんダメですよ。まあ穴刺すみたいなこともないように、ないようにお願いします。はい、ということで購入できました。え、払った？
ね、やめてってなんか使ってないのね使ってよさっき入れるとこ絶対にね、うん、なんじゃないよ本当に。それじゃあいただきたいと思います。はい、ミックスサンド、すごいね改めて。いやすごい、うわもうボリュームすごいよ。でかいでかい、ずっしり。あ、じゃあいただきます。はい、いただきます。キウイですか。うん、おいしい。クリームが合いますね。うん、キウイの酸味とクリームの甘さが合いますね。フルーツがないところも美味しい。ああなるほどね。うん、みかんだよね。多分みかんの酸味とクリームの甘さが合うんだろうな。おいしい。あ、どうですか。このみかんの酸味とね、うん、クリームの甘さがね、あ、やめてよね。いつも同じようなことしか言わないから。いやでもそうなんだもん。まあまあまあね。合う、うまい。なるほど。うん。大きいね。すごい、でもなんか音がみずみずしさも。うん、ああ、そう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 いうのなかった、ね、なんかみずみずしい。クリームの量ほんとすごい。ねえ。うん。ねえ、こんな分厚く。全部クリーム入ってますから、ぎっしり。ねえ。で、後ろにもキウイとかありましたね、まだ。ああ、なるほど。サプライズキウイ、サプライズキウイが。見えてるだけじゃなく。そう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 。いろんなところに。後ろにもちゃんとあるって珍しいよね。ほんとだ、ほんとだ。もうそのサプライズついでに言うと、なんとこっち側にもみかんが見えますよ。ああ、ほんとだ。サプライズついでに。ほんとだ。なんかね、裏側はないんじゃないのと思いきや、裏側にもちゃんとある。あるね。裏側にないタイプあるよね。うん。すごい。うまい。いちごはいちご。いちごまだ行ってないんじゃない？いちごが。います。いちごと生クリームはもうだってね。もう王道中の王道。今日誰かの誕生日ですかと。ああ。もうそんな味でございます。うん。なんか気の利いたこと言おうとしすぎると、もっとピンとこない。本当全部ちゃんとあるからさ。うん。なんだろう。ハズレの一口がない。なるほどね。うん。小指がすごいしっかり立ってますもんね。400円は安い。安いよね。かなり安いんじゃん。うん、あっという間。いやー、美味しそうだった。ちょっと、すごい。これなんだろう。最後、真っ赤とはなかった、今。俺は食べてないからわかんないけど。ねえ。どうだったの？多分、真っ赤とだ。あ、でもね、あの、ぶどうのやつもありましたもんね。うん、サプライズだった。ああ、本当にじゃあいろんな。ミックスされてるわ。そうか、じゃあ、表に見えてたのが、入ってるものというわけじゃなく、うん、あれだけじゃないね。本当にいろんな果物が、そう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 。その、メニューにあった果物がいろいろ入ってるっていうことだ。最後にありましたよ、今。へぇー。もうクリームが多すぎてサプライズで隠れてましたけど、うん、ありました。いやー、よかった。いやー、美味しかったですね。いや、小指が。いや、なんかこう狙いで立て出すともうそんなに気にならない。恥ずかしい、一番多いね。今回はね、ええ、茨城の変わった無人販売所、うん、鹿嶋市にありますアイリスラーメンさんのフルーツサンドなどが置いてある無人販売所をご紹介いたしました。はい、皆さんもぜひ食べてみてください。あれ、どうしてお金は払ったの？ねえ、やめてって。もう本当に使ってよ絶対ね。もう一回流して今ここで。で、ください。400円。ね。400円。はい。出ます。はい。今本当に400円入れた？もう入れたし、やめてよ、本当に。入れたでしょ、取った。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、お願いします。親指を立てるんですよ、グッドボタンは。あ、そっか。